うしたの？こんなに夜遅くに。お姉ちゃんが恋しくなっちゃったのかな？かわいいんだから。おいで、抱きしめてあげるね。お風呂上がりなのかな？いい匂いがするよ。で、本題は何かな？一人で寝るのは寂しいの？そうだね。今日はお父さんもお母さんも旅行で留守にしてるからね。でも大丈夫。お姉ちゃんがついてるから。そうだ。今日は一緒に寝ようか。あれ？どうしたの？耳がムズムズするの？ちょっと見せて。はあ。これは耳垢が相当溜まってるみたいだね。しょうがないね。お姉ちゃんが耳かきしてあげる。私の膝枕に頭を休ませて。まずは右耳からお掃除しましょうね。そーっと入っていくよ。しょりしょりしょり。どうしたの？変な声出しちゃって。うんと気持ちよくなってね。ちょりちょりちょり。こっちはそろそろ終わりだね。じゃあ左側もやっていこうか。お姉ちゃんの方を向いていてね。力を抜いて。それじゃあ左耳も始めていくよ。気持ちよくなってね。もうすぐ終わるから、ちょっとだけ辛抱してね。ちょり、ちょり、ちょり。と。はい。これで左耳もきれいになってね。むずむずは治ったかな？うんうん、よかった。さて、もう夜も遅いし、このまま一緒に寝ようか。電気を消して、一緒におねんねしましょう。おやすみなさい。どうしたの？何かあったの？
そんなに辛そうな顔してたら心配するじゃない。ただ疲れてただけなのね。宿題が終わったのならよかったじゃない。もう二度とやりたくないなんて、そんなこと言わずにもっと頑張りなさい。あ、そうだ。お姉ちゃんが何かご褒美を用意してあげるわ。例えば、耳かきとかどうかな。そう、膝枕するのよ。いいと思うでしょ？今日は頑張ったんだよね。なら早速、ご褒美してあげようか。ほら、遠慮せずに、おいで。そうそう、膝の上にゴローンとなって。大丈夫、全然痛くないよ。じゃあ、右耳を先にやるから、向こう側を向いててね。綿棒、入れていくよ。あらあら、こんなに汚れてるのね。もっとお掃除しないと。よし、だいたい綺麗になったわ。あ、細かい耳垢も取り除こうね。息を吹きかけてもいいかな。耳が気持ちいいの？そっか、こういうの好きなんだ。後でまたやってあげるからね。さてと、次は左耳も探索していこう。そーっと、そーっと入るよ。
なんか面白い顔してる。でも可愛いじゃん。続けるね。綺麗になったね。最後にふーって息を吹きかけてあげるね。だったかな。くつろいでもらえてたら嬉しいな。あ、一応ご褒美だから、またお勉強頑張ったらこういうのしてあげるね。ゆず、準備できた？うん、できたよ。はい、これお母さんから預かってたお小遣いよ。楽しんできてね。それじゃあ行ってきまーす。行ってらっしゃい。さてと、今度は兄さんを起こさなきゃ。兄さん、ほら起きて。朝ですよ。日曜日だからって朝ごはん抜くと体に毒だよ。え？ゆずは友達と映画見に行ってる。今日は私たち二人でお留守番。ほら早く、一緒に朝ごはん食べましょう。もう、もし今起きてくれたら、なんかご褒美でもあげちゃおうかなって思ってるんだけど。まあね。兄さんがいらないって言うんだったら別にいいんだよ。何をするかって？そうだ、また耳かきしてあげようか。兄さんがしてほしかったらだけど。はいはい、じゃあ早く起きて。ほら、私の手につかまって、引っ張ってあげるから起き上がってね。せーの、だ！兄さんってばもう、私を引っ張ってどうするのよ。わざと体密着させようとしてるでしょ。兄さんのエッチ、ほんとにもう。あのね、朝ごはんできてるの。私、一緒に朝食とるの楽しみにしてるんだよ。ね、一緒に食べよう。食べた食べた。でも兄さんがこんなに遅起きするから、さっきの朝ごはんがブランチみたいになっちゃったね。でも兄さんはまた後でいろいろ食べるのかな。私はもう無理だよ。お昼ご飯はパス。冷蔵庫の中に昨日の残り物があって、それ適当に温めておかずにしてね。あ、そうだ。兄さん、約束通り耳かきしてあげるから、横になって。いいよ。
私の膝の上に頭乗せてくださいな。こうやって見下ろすの、なんかちょっと優越感を感じちゃうかも。ごめんね。だって兄さん可愛いんだもん。そうだ、ゆずにはこのことは内緒にしててね。いろいろ怒られちゃうから。でも今は私の膝は兄さんだけのもの。存分に味わってもいいんだよ。兄さんの髪の毛が私の太ももに当たって擦れて、ちょっとくすぐったいかも。それじゃ、耳かき始めようね。兄さん、心臓がドクドクいってるよ。緊張してるのかな。私の目を見て落ち着いて。兄さんの耳、私がきれいにしてあげる。まずは右耳から。兄さん、あっち側向いて。あらら、兄さんの耳の中それなりに汚れてる。大丈夫、私がこれからきれいにしてあげるから。それじゃあ耳の縁を優しくこすってみようね。そーっとそーっと優しく削り落としていくよ。買った、結構取れた。そういえばこの前、ゆずにも耳かきしてもらったんだってね。私も負けないよ。よいしょ。耳の入り口をなぞっていくね。ゆっくり丁寧に。兄さんもっとしてほしいの？そっか。わかったよ。気持ちいいんだよね。とても幸せそう。よし、少し拭くね。次は奥を探索していくよ。
優しくお掃除してあげる。うん、そっと入れるね。そういえば、聞いていいかな。兄さんは実際に妹二人に耳かきしてもらって、ゆずと私、どっちが耳かき上手だと思う？そうなんだ。お世辞でも嬉しいよ。兄さんの耳、結構たくさん耳垢取れるから、掃除のしがいがあるよ。あともう少しなの。もう少しで大きいのが取れるよ。せーの。はい、取れた取れた。やったね、兄さん。耳かき棒の反対側にあるこのふわふわで、細かい耳垢取っちゃおうね。こっちの耳はこれで完璧だね。それじゃあ兄さんへのご褒美に。あらあら、かわいいな。兄さん全身を身震いさせちゃって、私もゾクゾクしてきちゃう。ではでは兄さん、私の方を向いて。私の体見て、左耳の掃除、始めるよ。こっち側もきれいにしていこう。
耳かきの先をちょっと拭くね。どんどん綺麗になるから、こっちもやってて面白いよ。それじゃあ左耳の入り口をなぞるよ。さん気持ちよさそう。私の耳かきにこんなに反応してる。嬉しいな。もっと気持ちよくなっていいんだよ。入り口をもう少しお掃除するね。私の耳かきで癒されて、くつろいで、私の膝の上で甘えてくれて、あかねも嬉しい。最後に、耳の奥をきれいにしようね。思うようにきれいに耳垢が取れると気持ちいいよね。それじゃあラストスパートだね。最後に梵天で兄さんの左耳に残った細かい耳垢を取り除いていこう。ではでは、ふわふわ入ります。気持ちよかった？私はやっててすごくゾクゾクしちゃった。おしまいに、ふーっと兄さんの耳元に、あかねの温かい息を吹きかけてあげるね。おまけにもう一回。
お疲れ様。兄さんにくつろいでもらえたようで何よりだよ。この前耳かきしてあげた時より少しでも上手くなってたらいいな。ゆずがいない時にまたこうやって耳かきしようね。兄さん、私一仕事したからちょっと疲れちゃったよ。久しぶりにお昼寝しない？このままここで茜と一緒に。夕方ぐらいまでに起きれば問題ないよ。ゆずが帰ってくるのは夜遅くだし。友達と夕飯も食べてくるんだって。ねえ、私と一緒にお昼寝、嫌なの？どうせすぐバレるんだし、無理に隠しても怪しまれるだけだと思うよ。兄さん、ゆずに気を使う気持ちはわかるけど、ゆずもある程度認めてくれると思う。だって姉妹だし、こういうのはお互い様だもん。兄さんは今日、私とこうやって一緒の時間を過ごしているの。この事実だけを今は、まっすぐ見つめていればいいの。ね。今日は私のそばにいて。そんな甘えん坊だなんて言わないで。最近私、体が育ってきたから。それに合わせて、ちょっと大人っぽく振る舞ってるけど、全部演技なの。本当は私の同世代の子よりも、ずっと弱くて。ゆずの方が多分強いよ、精神的に。でもお姉ちゃんだし、頑張らなくちゃいけないから、そういう風に振る舞ってるだけなの。え？ゆずが焦ってたの？そうなんだ。別に気にしなくてもいいのに。私は私、ゆずはゆずで、お互い成長していけばいい。でもあの子も弱いところはあるから。兄さん、助けてあげてね。兄さんじゃないとダメな時があるはず。ということで、さっさとお昼寝しよう。私、すごく早起きしちゃって、兄さんはさっき起きたばっかだけど、昨日はかなり夜更かししてたでしょ？まだ寝足りないのかもね。だから一緒に寝よ。こうやって私の腕の中だったら、気持ちよく眠れるはずだよ。今だけ兄さんは、私のもの。私だけが、触れるの。兄さんの頭は、今、私のことだけしか。したもの。私の手のひらが兄さんの手首に触れて、スルスルと抜けるように兄さんの腕をたどってく。その手を肩へ、そして兄さんの首筋へとなぞる。しい手つきで、そのまま胸元からおへそに指を滑らせるの。兄さんのお腹の上で
私の手のひらが円を描くようにマッサージしてるよ。どう？気持ちいいでしょ？でもごめんね。ここからは私の勝手なイメージなんだけど、手のひらから私の疲れが溢れ出てくるの。朝ごはん、いや、ブランチか。一生懸命作ってた。さっき耳かきで兄さんの耳を掃除した。この手からね。兄さんのお腹の中へ、疲れが吸い込まれていく。そして兄さんの中で消化されるの。私の疲れが兄さんの栄養になってく。そして今度は兄さんの手が私のお腹をこうやって触って、どんどん兄さんの元気を吸い込むの。そう、まるで植物でいう酸素と二酸化炭素のように、私が二酸化炭素を提供する代わりに兄さんから酸素をもらうの。とてもおいしい酸素。兄さんは私に元気を吸い取られてるから、必然と眠くなるの。そのうとうとした状態で聞いてくれる？私ね、兄さんと一緒にいると安心する。兄さんはどうなのかな？私と一緒にいるとどんな気持ち？たまに心配になるの。なんで？ひどいよ。私病んでないよ、別に。ただ休日くらいのんびりしてる時ぐらい頭の中を自由にしたっていいじゃん。兄さんは別に理解しようとしなくていい。ただそばにいてくれればいい。私と一緒にいる時間を大切にしてくれればいい。そんなに荷が重い願望じゃないでしょ。だったらちょっとだけ妹の空想に付き合ってよ。私ね、たまにとある夢を見るんだ。聞いてくれる？兄さんが出てくる夢だよ。あのね、世界観もリアルじゃなくてファンタジーっぽいんだけど、私がね、悪い魔女に捕まっちゃって牢屋に放り込まれるの。そこは辛くて苦しくて、数日いるだけで精神が崩壊してしまいそうな場所。私はそこでただひたすら目をつむってずっと耐えてるの。ずっと助けを待ってるの。そしたらね、私の牢屋の上の階がちょうど魔女がいる玉座があるような場所みたいなんだけど、
心臓の部分だね。それでね、なんか上から大声が聞こえたの。男の人の声。なんか襲いかかってる感じで、城の壁がどんどん崩れ落ちそうなくらい揺れてて、衝撃波っていうのかな。とにかくすごいことが起こってることは下の階からでも分かったの。牢屋の通路の右を10メートルくらい行ったところにね、見張りがいるんだけど、そいつが上の階の騒動に気を取られていたの。そしたらね、背後から一撃で兄さんがその男をやっつけちゃったの。その時ね、嬉しいと思った反面、上の階で暴れてるのは兄さんじゃないんだなって、ちょっとがっかりしちゃった。いや、役割分担だったんだろうけど、なんか魔女に真っ先に立ち向かってくれてた方がかっこいいのにって思っちゃって。でも兄さんが助けに来てくれたの、すごく嬉しかったよ。兄さんは私を空中で待機していた大きな鳥に乗せて一時的に避難させてくれたの。兄さんは上の階で起こってる戦闘に加わるって言って、私はもう離れ離れになるのは嫌だよって、兄さん死んじゃうの嫌だよって、一生懸命一緒にいてほしいって説得するんだけど、魔女を倒さないとこの世界は救われないって。なんか兄さんらしくないかっこいいセリフ残して階段を駆け上がっていったの。私は鳥に運ばれて大空から城に向かって泣き叫んで、そこでその夢は終わるの。でも起きたら、隣の部屋から兄さんのいびきが聞こえてきて、安心しちゃうんだ。夢でよかったって思う反面、現実の兄さんは私がピンチの時に助けてくれるのかな、守ってくれるのかな。そんな感じでちょっと心配になるの。うん、兄さん、ちょっと、いや、あのね、大丈夫だよ、そんなに強く抱きしめなくても、それだけで十分伝わってるよ、兄さんの気持ち。夢の中の兄さんも、今ここにいる兄さんも、同じように私を大切に思ってくれてるって。なんかあったから兄さん泣かないで。私はね、ちょっとだけゆずに嫉妬してて、今日は兄さんを独占して兄弟愛を共有できたらいいなってそう思ってただけだから、私もよくわからないけど、兄さんとこうやって一緒にいれて幸せだな。兄さんはどう？本当に？でもそれ
私は私だけに向けられた兄さんの愛が欲しいな。わがままかもしれないけど、兄さんの口からゆずには言ったことないことを言ってほしい。お願い兄さん、欲しいの、兄さんのその言葉が。好きって言って、茜のこと大切だよって、世界一愛してるって。だってそれ私が兄さんに対して思ってることだから、両思いでいたいの。今だけでいいから、ゆずのいない今だけ、私だけの兄さんになって。嬉しい。兄さんからその言葉を聞いたのは初めて。ゆずには秘密だからね。私だけに向けられた宝石のような言葉、一生大事にする。大好きだよ兄さん。もう私うとうとしちゃって眠っちゃいそう。兄さんも同じみたいだね。一緒にしばしの休息を楽しもうね。ゆずが帰ってくるまであと6時間ぐらいかな。それまでは兄さんは茜の腕枕になるの。私だけの兄さん、嬉しいよ。私も意識